茨城県道338号ひたち小川、停車場線を見たましたぎ正式には2008年に路線廃止されたが、県道標識は残されている。写真正面奥には、かつて鹿島鉄道ひたち小川駅があり、廃線後の現在は小川駅、バスターミナルとなっている。茨城県道338号ひたち小川、停車場線は茨城県を見たましたギアから、 道志尾川に至る鹿島鉄道線日立尾川駅と接続するかつて存在した県道である。鹿島鉄道線の廃止に伴い2008年4月17日にこの県道も廃止された。終点、東茨城郡小川町尾川の当時の様子。写真左側から右奥にあるその辺側に架か,かる橋へと伸びる交差する道路は当時の県道公用石岡線。 1959年10月14日、新たな県道として、新井張群溜り村,村大麻城玉りの日立、商船停車場を起点とし、県道公用石岡線交点を終点とする区間を、本路線とする県道日立小川停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号338となる。2007年に、 鹿島鉄道日立小川駅が廃止となった後も約1年ほどの相場本路線は存続したが2008年4月17日に路線廃止となった ABC 道路の区域決定茨城県法号外10月14日より茨城県法号外昭和3年3月1日茨城県国時代104号より県道路線認定茨城県法号外10月14日より県道の路線名 および、政治番号の変更、茨城県法、第637号3月30日より、県道路線の廃止、茨城県法、第1969号、P8。ありがとうございます。